皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、リトアニアと台湾であまります。えー、まず、リトアニアに関しましては、まあ、中国の脅威に関して、非常にですね、もう、芯を食ってるといか、もう、私たちはドストライクなことを言ってくださる議員がいまして、 えー、産経新聞がそれをすっぱ抜きました。それをお届けしたいのと、あとはまあ年末でございますので、まあお疲れ様というところも込めまして、安全保障とは全然関係ない台湾の少し楽しいニュースをお届けさせていただきたいというふうに思いますが、まずは、リトアニアと中国との関係から行きましょう。こちらの記事ご覧ください。AFPBB でございます。中国のリトアニア製品輸入停止、EU 諸国の輸出にも影響ということなんですが、リトアニアが、 台湾に議員団を派遣して、なおかつ代表所、台湾代表所ということで、台湾という名前を使った代表所、公の機関を作りました。これに中国が激怒するわけですね。一つの中国に抵触するということで激怒しまして、リトアニアにずっと圧力を加えて嫌がらせをしております。 その嫌がらせの最たるものというのが、リトアニアと中国の貿易に関して、リトアニア側が中国に輸出したものを関税で止めてお金にならないようにしてるっていうことをずっとやってるわけですね。ところが、リトアニアは全く意に介する様子がありません。えー、ビビっていないわけですね。ということで、今度は大使館に電話をかけて、脅しの手紙やら、電話やらっていう脅しをかけるわけです。お前らの家族にまで、 被害が及ぶ可能性があるぞみたいなことを言ったのかどうか分かりませんけれどもリトアニア側はその危険を感じてもう外交団全員引き上げました、本国。悪化の意図をたどっているんですが中国のやり方が汚いからという側面かなりあるんじゃないかなと思います、ちゃんと話をしろよとドンパチなってもいいから嫌がらせという方法をこうも簡単に取るというのは国のやることじゃないと思うんですけれども。 さらに嫌がらせを深めている。さらに陰湿になっている。どういうことをしているかというと、EU との貿易、つまりリトアニアの国の製品を止めるだけではなくて、EU の他の国の製品も止めて、悪いのはリトアニアなんだぞってことを今やってるわけです。リトアニアが中国に対してそういう姿勢取るもんだから、お前のところの貿易だってこういう形で完全で止まっちゃうんだぞっていうのを暗にほのめかしながらやってるっていうことなんですね。 うん、で,で,ですよ、リトアニアが言い分というのが果たしてどうなのかというのを EU が調査していたたみたいです正当な貿易品を中国が WTO 違反、国際条約違反をして関税で止めているというリトアニアの主張を調べてみたところリトアニアの言っていることがどうやら正しいぞとリトアニアがちゃんと正直に言っているということを EU が確認したというところまで来ました。 とということで、EU はひとまず中国に是正を勧告する旨で話し合うということを言っておりますがここが改善されなければ貿易上でも EU と中国というのはもうどんどん摩擦が増えていくということになります。 中国は EU と投資協定というのを結びたかった。これが今凍結されている状況で、まあ、ドイツとかですね、まあ、フランスとかに対しては、e、EU の中で力を持っている大国ですね。その、さらにトップの首相とかにはですね、大統領とか首相には、まあ、結構低義なこと丁寧なことを言ってますけれども、相手が小国であれば、 やることはこういうことだということです。で、これが本性だということになりますので、果たして来年 EU と中国の関係どうなっていくのか見物だなというふうに思いますが、これに対して、リトアニアの議員さんがめちゃめちゃいいこと言っております。こちらをご覧ください。産経新聞、えー、独自ですね。リトアニアの包帯議員に聞く、中ロが小国揺さぶる手段は同じということなんですけれども、産経新聞が、 実際に台湾を訪問したリトアニアの議員さん、マタス・マルデイキス国会議員ですねマ。マタス・マルデイキスさんという方にインタビューをしたそうでございます。でそこで、えー、マタスさん、ちょっと下,下の方の名前言いづらいので、マタスさんと言いますね。もうマタスさんがそれに対して何を言ってるかというと、台湾を威嚇する中国の手法は、 欧州の小国を揺さぶるロシアと同じ。もう俺たちは慣れっこなんだ。分かってるよってことかもしれません。台湾の民主主義が崩壊すれば、ドミノ現象で欧州にも波及するっていうことを言ってるんです。その通りなんです。欧州にも波及するっていう警戒感を持っている人が遠く離れたリトラニアの地にいるってことなんです。 日本に波及しないわけないだろっていう話なんですね。その危機感を持って日本人というのは台湾を眺めなければいけない。もっと大きな目で見てですね、日本の未来のために台湾との関係を築いていかなければいけないということになりますけれども、さらにいいことを言っています。こちらをご覧ください。 台湾は中国のサイバー攻撃や情報戦、軍事威嚇に直面している。我々がロシアの脅威にさらされている状況と極めて似ていることに驚いた。中ロの動きは連動している。台湾支持は欧州の安全保障に直結するということを言っております。これもう本当にそのまま日本が当てはまることです。本当にそのまま当てはまる。 台湾に民主主義というものがあって、そこにちゃんとした政府があって国があるのかどうかというのは、日本の安全保障に直結するということでございます。本当に、あの、いいことをおっしゃってくださったなと、これもう身震いがしましたね。この記事読んだ時にブルブルって来ちゃいました。ということなんですね。これがお伝えしたかった。で、年の瀬でございますので、 えちょっとですね、やはり安全保障以外にも少しなんか楽しい、ほわっとですね、疲れが取れるようなニュースもお伝えしたいなということで、リトアニアの話は安全保障。台湾の話はちょっと安全保障から少し離れようかなと思いますが、まず紹介したい方はこちらですね、カブンテツさんでございます。 台北市長の方ですね。この方は結構不思議な方でございまして、台北市長になるとき、選挙に出るとき、これ民進党が支援をして台北市長になりました。民進党は独自候補を立てませんでした。なぜかというと、この方は台北市長に立候補をする前に、この間お届けさせていた台湾共和国の運動をしている方の集会に行って、台湾共和国はいいぞみたいなことを言って支援を表明するスピーチしてるわけですよ。台湾を独立派なんですよ。もろもろ。 独立派。で、民進党が支援をして台北市長になりました。台北市長になった途端に中国と台湾は一つの家族だっていうですね、習近平さんがこれ言ってることなんですけれども、習近平さんと同じことを言い出して、習近平さんのこの台湾と中国は一つの家族だっていうのを支持し始めたんですね。で、今現在台湾ではこの人は親中派だと見られてます。しかしながら人気がある人ということになるんですけれども、 この人、を親中派だと見られていつつ、国民党のことは大嫌いなんですよ。国民党とはバッチバチいつもやってます。という人なんですよね。不思議な方。で、中国はこの人を取り込もうとして、まあ、この人がですね、人台湾と中国が一つの家族だみたいなことを言ったときには素晴らしいこと言ったってことでわざわざニュースで発信するようなこともしてるんですけれども、 あんまり取り込めるようなタイプじゃない。多分お金にも対して興味ないですし、中国としては汚い方法で取り込もうとするんだけれど、あんまり汚い方法が通じるタイプの人でもないということで、えー、で、親中的な発言をしても台湾の人たちから受け入れられてですね、えー、台北市長をやっている。2期目の時は、あのー、民進党が支援してません。民、民進党独自候補を立てるんですけど、負けちゃうんですよ、この人に。 という不思議な方ということなんですけれども、この方の人気の側面に、コスプレがあるんじゃないかっていう話なんですよね。しかも日本の影響結構強いんじゃないのかなという気がします。この方は、えー、台湾でですね、 えー、福島をはじめとする五軒産品というのが止められてますが、それを再開すべきだという立場の人なんです、この人は。で、わざわざ福島に来て、お土産のなんか饅頭、ま、だかなんだかっていうのを食べるやつをですね、えー、台湾のメディアの前でパフォーマンスをして、輸入再開した方がいいよってことも言ってくださってる方、か、結構親日な方なんです、この方は。多分日本のアニメが好きなんじゃないかなというふうに思いますが、カブンテスさん、こちらでございます。ブラックジャックですね。ブラックジャック。ブラックジャックなりきっております。次にこちら。 ナルトですね。ナルト。私は漫画、ナルトの漫画見たことありませんけれどあまりの人気にナルトというのは知ってますね。ということですね。で、最後はこちら。これ、カンフーパンダか、もしくは、翔平兄さん。どちらかじゃないかなという気がします。こんな感じで、台湾の政治家の方というのは、たびたびコスプレをしてます。カブンテスさんはとりわけ多いです。あの、今日は3つ紹介しましたけど、とりわけ多いんですけれども、 ええー、まあ、李登輝さん以降で行きましょう。李登輝さん以降で行きますと、李登輝さんの次は民進党、陳水平さん、こちらの方ですね。陳水平さんはこちら、ピーターパンですね。ちょっと上についてるのがの伸びすぎじゃないかなって気がしますけれども、頭のところですね。陳水平さんピーターパンですね。次が国民党は、馬永久さんでございます。馬永久さんはですね、硬いイメージがありますし、プライドも高そうなので、 ちょっとコスプレはと思うんですけれども、こちらでございます。エルビス・プレスリー。全然似てないですね。残念といったところでございます。そしてですね、現在の相当であられます、サイ・エイブンさんでございます。サイ・エイブンさんの写真に至っては、ちょっとですね、反則ですけれども、コスプレではないんです。でも、あまりにもあるものに、ある人物に似てるということで、もうそのインターネット上のクリエイターが、 もう勝手にあのデザインつけて勝手にコスプレにしちゃったそれぐらい激似のキャラがいたということなんですけれどもまずはキャラクターの方いきましょうかキャラクターの方がこちらですねこれフィギュアなんですけれども艦隊コレクションというゲームだそうです軍艦を擬人化して遊ぶようなゲームだみたいですね艦隊コレクションこのキャラクターは艦隊コレクションの中の霧島というキャラらしいんですけれども この霧島にサイ・エさんがあまりにも似ているということでインターネット上で,です、ねまあ、コラージュしてというか、えー、作っちゃいましたこちらでございます似てますねもうしかもちょっと可愛くなっちゃってるっていうぐらい似てるっていうことなんですけどもこれあまりにも似ていてでですね指揮者の中にはこの現象で「艦隊コレクション」というのは台湾でものすごい人気のあるゲームなんですけどもこれはあまりにもサイ・エさんに似てるということで この影響があって若者からの支持が増えたんじゃないかっていうですね、そういう説もあるぐらい、若者もこれで蔡英文さんのこと大好きになっちゃったっていう、そういう状況なんですね。街中でこの霧島の絵の描いた紙袋を蔡英文さんに入ろうで渡す、そういう写真であったりとかも見受けられますし、あとツイッターなんかで書かれていたのは、自分のその母親っていうのは台湾人なんだけれども、霧島のフィギュアを見て、なんでこんなところに蔡英文のフィギュアがあるんだって聞いてきたっていうですね。 そんな逸話もあるぐらい、まそっくりということでございます。そして最後、大鳥はやはり、李登輝総統ですね。非常に私、尊敬している総統でございます。書籍もたくさん読ませていただきましたね。李登輝さんが亡くなった時は、まあ YouTube をもう始めていた時でございますけれども、ちょっと錯乱気味に短い動画を上げました。追悼動画を上げさせていただいたんですけれども、その李登輝さんでございますが、李登輝さんといえば、日本のことを愛し、そしてですね、厳しく知った、激励してくださった方でございます。 ここんな格好でで激励しててくださっておりまますこちらでござい江田島平八でございますね、先駆け男塾というジャンプにあった漫画でございますけれども、まあ、むちゃくちゃな漫画でございましたが、そこの塾長でございます、おそらくあの漫画の中で最強のキャラクターじゃないかと思いますけれども、えー、李登記塾、先駆け里登記塾という、ですねなんかよくわかんないポスターが見つかりまして、そこに李登記さんがコスプレした写真が載っていたということでございますが、えー、キャラ的にも、ですね、まあ、見た目的にも結構私的にはドハマりと。 映像でございますねはい、というところで、えー、台湾のコスプレ、えー、画像ですね。まあ年末ということで、安全保障と全然関係ないですけれども、年末ということでご覧になっていただきました。リトアニアと台湾の関係というのが、もしかしたら、中国と世界の関係にくさびを打っていく、そんな、えー、強固な関係になっていくかもしれません。えー、日本もですね、 えー、なんとかそういうくさびの中に入っていって中国に一撃二撃食らわせていただきたいなという気もいたします。はいということで本日の内容は以上でございます。ごご視聴ありがとうございました